はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さてね、今回は久しぶりにちょっとホームからのね、対戦で1本、2本かな、動画をお送りしたいというふうに思うんですが、今回のタイトルは、バットスラップですね。よく見るネクロマンサーを大量に投入しながら、コウモリの呪文で、もう本当に軽量級ユニットの数で押していくっていう、まあそういう戦術ですね。で、これってね、基本的にまあどんな配置にでも刺さりやすいんですけども、まあ刺さりやすいっていうか刺さる可能性があるんですが、難しいのがその食い火をちゃんと回せるかで、ネクロマンサーと食い火を合流させられるか、そしてどこにコウモリの呪文をいつ打つかっていうね、このタイミング、これがね本当に肝になります。なんで本日のね動画の中では、2つちょっとねこのバットスラップのなんていうのかな、コウモリの使い方をちょっとこう変えてみながらね、動画を見ていただきたいというふうに思いますので、まずは1本目、オーソドックスなね、バットスラップからご覧いただきたいというふうに思います。で、こちらですね、ユーロさんが攻めてくれたこの村、見てみると範囲攻撃施設っていうのが、インフェルノタワー全部シングルなんで、ウィズと、あとは、ギガテスラと、あと、まあ、イーグル砲の着弾かな。このぐらいしかないですね。まあ、あと、防衛軍は当然ね、範囲攻撃やってくるのが入ってると思うんですけども。で、こういう村の場合、で、特にね、その範囲攻撃のウィズ島とかが、こう、割と村の中心部分に、こう、集まってますよね。で、そういう村の場合には、今ね、このユーロさんがやってる攻めっていうのがすごい刺さります。で、まずはね、1個、ウィズ島をね、60方面にあったものを、バルーンで潰していきましたね。で、ここは、4時にババキキンを出してからのボーラーでサイドカットしながら、バスターを使って、一気にね、ネクロマンサーを中心に進めていくという形が出来上がってますね。で、やっぱね、難しいのは、このネクロマンサーとこの食い火が合流してちゃんと中に入れるっていう、このタイミングを作ることですね。ちょっとでも、このタイミングが早かったり遅かったりすると、ネクロがやられちゃうか、クイヒーが短期突撃して全部やられちゃうかっていうことになっちゃうので、ここをね、しっかりこうバランス取って、タイミングを測って入れるっていうのが大事ですね。で、これからね、バッドスペル、打っていくんですけども、さあ、どこに打っていくかというと、ここです。7時、8時方面ですね。今、このウィストのターゲット、これをね、中心のアイゴレが取ったのを見て、バッと打ちましたね。やっぱり中心部分にね、こうユニットが入ってくると、中側にある範囲攻撃施設っていうのは、ダメージの、まあ、その加算がそんなに大きくないんでね、一旦ユニットを下げ取っちゃうと、まあ、そうそう、ターゲットが外れませんよね。で、そうなってくると、もう、あとはコウモリのもう無双状態ですね。さらにネクロマンサーのスケルトンも相まって、もう数の力で一気に相手の防衛施設を完封していきます。やっぱりそのコウモリもネクロもね、数が多いと、体力はそんなないんですが、別にね、大砲一発を受けるのに、体力が、一発でまあやられちゃう範囲であったら、多かれ少なかれ変わんないですよね。なので、もうスケルトンがね、数でこう一気に押してくると、もう単発攻撃施設なんかは全然オーバーキルしまくっちゃって、全然もう機能しなくなっちゃいますんでね。それをうまくこう使って、最後ね、これだけのユニットをこうね、残して全開という格好になりましたね。で、まずこれ1個目です。中心付近にこうね、範囲攻撃施設があると、まあ、いう場合のバットスラップのやり方ですね。まあ、基準はどれくらいだろうな。壁のまあ、1層目にあるのはまあ外側って思っていいと思いますね。壁の2層目ぐらいに、範囲攻撃がこう割と集中している場合っていうのは、今みたいな形でね、クイヒーとネクロがしっかり、噛み合えば、ネクロマンサーなかなかやられませんのでね、それで一気に中心部を制圧しながら外周を、バットで回していくというパターンですね。で、2つ目、こちらです。大五郎さんが、攻めてくれた、動画になるんですけども、リプレイかな。今度は思いっきりこう外周にこうありますよね、ウィズ島が。で、さらに中心にもなんと2本のマルチインフェルノと、これをね、バッドスラップで取っていくっていうのは、なかなか骨が折れると思うんですけども、どうやると思うかね、ちょっと皆さん想像しながら見てください。で、もう一個ちょっとね、見てもらいたいのは、これ、ネクロマンサーが、レベル4ですね。まだマックスじゃないんですよね。で、それでもね、バッドスラップをきちっとこうね、決めていけるっていう、このね、攻め方。まあ、ちょっとね、相手の村も、まあ、配置が甘いっちゃ甘いんですけど、
まあ、それを踏まえてもね、参考になる点っていうのは、たくさんあると思いますんでね、ご覧いただけたらというふうに思います。で、これクイヒーをね、まず歩かせていきながら、クイヒーを一層壁の中にこう入れていきますね。でここから、サイドカットを駆使しつつ、ネクロマンサーを流し込んでいきます。このね、流し込み方っていうところもね、ぜひちょっと注目しながらこう見てもらいたいというふうに思うんですけども、クイヒーによってね、もうしっかり、11時付近かなの施設が削られてますんで、クイーンがもうここから逆走することはないですね。なので安心してもネクロマンサーを一気に流し込む、まあそういう、あとタイミングを測るだけですかね。まあそういう格好ができてますね。で、壁を割ってある程度カットが済んだところでこうネクロを大量に出してね、一気に押し進めていきます。でバーバリアンキング今ね11時から出しました。これね、あ、11時か1時かな、これはこの2時のね水塔を潰す目的ですね。さらにライドラでおそらくこのビットが潰せればラッキーだなぐらいに思っているというふうに思いますね。でちょっとそんな話をしているうちにね、バスターで今、こう壁の中にどんどん入れていきますね。で壁を穴を開けながら入れていきますね。で、そこにネクロ部隊が大量に入っていくんですが、それを見計らってコウモリですね、ここから入れていきます。これね防衛施設の上から流し込んでるんですよ、こうやって。でそのコウモリが大量のスケルトンと一緒になって中央のねこの、範囲攻撃施設モリモリのゾーンに入っていきます。なんですけども、まあここにね、アイゴレがちゃんと援軍で入っていて、まあフリーズがかかったというのもあるんですが、見てくださいこれ、スケルトンとコウモリでマルチ系の、防衛施設のターゲットを一気に取ってますね。でこれウィズ島だとね、もう無限に、カバーになっているユニットは一発やられちゃうんですけども、例えばマルチ IT だったら、まあ、その一瞬コンマ5秒ぐらいかな、1秒ぐらいかで、やられるユニットっていうのは5体なんで、それよりもこう数が多いとね攻める力の方が上回っちゃうんですよ。っていうところで、こういう形でね一気に、全開まで持っていっちゃうと、まあ、さらに言うとねスケルトン、これあのクイヒーのヒーラーがしっかりスケルトンについているとマルチ IT のね、ダメージっていうのも多少は緩和してくれますね。まあそうやってマルチの足止めをしている間にこう一気にコウモリとね、スケルトンがこう波状攻撃をかけて、まあ、中央部分をね制圧するっていう、まあ、そういう方法ですね。なので、このね2回目の攻めっていうのは、スケルトン、まあネクロマンサーかな、があんまり壁にね、あの細かく捕まらずに、あの大きい区画をぐるっとこう、まあ、ぐるっとというか、なんていうのかな、あの広々ね、進んでいけるような配置、今回の回廊なんかはまさにその典型例だと思うんですけども、こういう配置に関してはね、今みたいなあのバッドスラップの使い方っていうのが刺さるので、ぜひね、これも参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところで本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。